フィフスハーモニーはアメリカ合衆国のガールグループ。グループは2012年7月にオーディション番組 X ファクターアメリカ版のシーズン2から誕生した。グループはアリー・ブルック、ノーマニコーリ、ローレン・ハウレギ、ダイナ・ジェーンの4人で構成される。彼女らは番組でテート・スティーブンズ、カーリー・ローズ・ソネンクラーに次いで3位で終わった後、サイモン・コーエルが所有する。 サイコミュージック、エピックレコード、LA リードのレコード会社との共同契約を締結した。X ファクターから脱落後、デビューシングル、ミス・ムービンオンを発表。ビルボードホット100で最高76位、50万以上のデジタルダウンロードを記録し、ゴールド認定を受けた。2013年に発表した最初の EP、ベター・トゥギャザーは、ビルボード200で初登場6位。 2014年に MTV ビデオミュージックアワーズの最優秀新人アーティスト賞を受賞。2015年2月にデビュースタジオアルバムリフレクションを発表。ビルボード200で初登場5位8万枚以上の書道売り上げを記録した。そしてグループ初の大規模なヘッドライニングツアーを観行した。アルバムからのシングルボスとスレッジハンマーはアメリカにおいて プラチナ認定、ワースウィットフィーチャリングキットインクはトリプルプラチナ認定を受けた。後者はビルボードホット100で最高12位を記録しグループ初のトップ20シングルとなった。また8カ国で上位10位以内に入った。2枚目のアルバム7-27からのシングルワーク、フロムホームで初のトップ10入り。フィフスハーモニーはアメリカ版。 X ファクター出身者の中で最も成功したアーティストかつ番組史上最も有力な競技者と評価されている。アリー・ブルック・アリソン・ブルック・ヘルナンデス。身長152センチメートル。テキサス州サンアントニオでジェリーとパトリシア・ヘルナンデスの娘として生まれた。ブランドンという1歳年上の兄がいる。彼女の母は、脊椎側、腕症を患っており、 2015年後半にフィフスハーモニーのファンラーが彼女の母親の医療費負担を助けるゴーハンドミー計画を始めた。アリーはテキサス州オースティンで X ファクターのオーディションを受けた。その時彼女はコンテンポラリー、クリスチャンとラテンポップ歌手のジャシー・ベラスケスの曲を歌唱した。インターネット新聞ハフィントン・ポストは X ファクターシーズン s 2のハイライトの一つとして、アリーの出演を挙げ、それは静かであるけれども、コントロールされたパフォーマンスで、若干の驚くべき、装飾音を打ち出したとコメントした。彼女が最も影響を受けた歌手は、セレーナである。ノーマに、コーディノーマに、コーディハミルトン。身長163センチメートル。ジョージア州アトランタで、 デリックとアンドレア・ハミルトンの娘として生まれた。アリエル、アシュリーという二人の腹違いの姉がいる。若い時期はニューオーリンズで過ごした。2005年のハリケーン・カトリーナの後、ヒューストンに家族で移り住んだ。彼女は3歳の時から芸能活動を行っており、13歳で最初のレコーディングを行った。その前にもダンサーとして受賞歴や、 体操選手としての活動歴もある。また、HBO のテレビドラマシリーズ、トリムに小さな役で出演。彼女はグループに加入するまで自分自身をソウルゴスペル歌手と考えていた。X ファクターに出演する前はミステキサス USA 大会に参加しており、決勝まで残っていたが、最終的にオーディション番組を選択した。他のメンバー同様、 番組のブートキャンプで落選。ビヨンセに影響を受けた。ローレンハウレギローレンミシェルハウレギ。身長163センチメートル。フロリダ州マイアミで、マイケルとクララハウレギの娘として生まれた。クリスという弟とテイラーという妹がいる。ハウレギはキューバ系である。ハウレギの母、クララはスペイン語を話すため、彼女もスペイン語が話せる。また、 彼女はバイセクシュアルであることを公言している。グリーンズボロで X ファクターのオーディションを受けた。その時、彼女はアリシア・キーズの If I e n d got t you を歌唱した。彼女は4つのイエスが与えられた。ブートキャンプで脱落後、グループ結成のために番組に復帰した。彼女はジャーニー、パラモア、スクリプト、アリシア・キーズ、クリスティーナ・アギレラに影響を受けた。 2016年12月にマリアン・ヒルトのコラボ曲、バック・ツー・ミーを発表。ダイナ・ジェーン・ダイナ・ジェーン・ミリカ・ハンセン。身長170センチメートル。カリフォルニア州サンタナで、ゴードンとミリカの娘として生まれた。6人兄弟の一番上。彼女は、ポリネシア系、トンガ系、デンマーク系である。X ファクターのオーディションでは、ビヨンセの、If I Were a b o y を歌唱。 L.A. リードから歌をビヨンセさえ達しなかった場所へ運んだと称賛された。彼女はシアラ、ビヨンセ、レオナルイス、マライア・キャリーに影響を受けた。ブートキャンプの決勝でもう一人の競技者と一緒にケリー・クラークソンのストロンガーを歌ったがパフォーマンス中に歌詞を忘れてしまった。これが影響してソロ歌手としては脱落したがグループ結成のために番組に復帰した。 カミラ・カベロ・カーラ・カミラ・カベロ・エストラ・バを、身長157センチメートル。キューバで、アレハンドロとシヌエ・カベロの娘として生まれた。ソフィアという妹がいる。彼女は、メキシコ系、キューバ系である。5歳で、フロリダ州マイアミに永住するまでは、キューバとメキシコを転々としていた。そのため、スペイン語を話すことができる。ヒスパニック系アーティストのセリア・クルースと、 アレハンドロ・フェルナンデスの曲を聴いて育った。ノースカロライナ州で、X ファクターのオーディションを受けた。ブートキャンプで脱落後、グループ結成のため、番組に復帰した。2015年11月に、カナダの歌手ショーン・メンデスとのデュエット曲、I know what you, ディドラストサマーを発表。2016年12月19日、グループからの脱退を発表した。フィフスハーモニーは、 主に、デミ・ロバート、マライア・キャリー、ホイット・ニー・ヒューストン、スパイス・ガールズ、デスティニーズ・チャイルドから影響を受けている。音楽に強い影響を与えたソロ歌手として、ビヨンセ、アリシア・キーズ、クリスティーナ・アギレラ、セレーナ、セリア・クルース、アレハンドロ・フェルナンデス、レオナ・ルイスの名前を挙げている。フィフス・ハーモニーの音楽は主に、ポップと R&B である。彼女ら自身は、 グループの音楽はレトロな感じがあると評した。ありがとうございます。